おー、いいね。ギリグイじゃん、これ。あかん、面白い。面白すぎる。おー、来た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 。なんだ？おー、おー、行った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 。あー、これは面白いな。おー、ワンワン。とりあえず、シーソーの中で買いたいな。ギリグイ。ほら、ほら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 。よっしゃー。さあ、どんどん行ってみよう。はい、アングリングソルト、今回は昼のメバル遊び、とりあえず、昼間は遊んでみたいなと思います。はい、とりあえず昼間のおもちゃとして、はい、種エビこちらから。マイクロ種エビ、フックが変わって新しくなった。さあ、深いところが上がってきたのは何だ。おお、小頭か。これはなかなか素晴らしい。とりあえず水槽の中で飼いたいな。ガシラがね、押さえ込むんだ。これガシラちゃうんちゃうかな。これガシラや。よいしょ、安定の場所だ。さあ、次行きましょうか。はい、まあ、マイクロハネエビでマイクロガシラ。ちっちゃいわ。小ガシラがいけるだけやね。えい、はい、ハネエビかわいいな。はい、帰ってください。はい、ありがとう。でね、このマイクロハネエビ、これもハネエビ同様、あのワームのですね、針を刺すところ、ワームのね、このスパッとぶった切ったところに穴が開いているので、その穴、誘導穴を目指してこの針を刺してください。で、抜く部分ね、抜く部分は、この辺りによく見ると甲殻類の模様がここにあります。で、その模様のセンターの、まあ、パーティングラインと模様がクロスするあたりから針を出すと、こんな感じでちょっとね、あの背中が曲がったようなこんな付き方になるんですけど、これが理想。これでよく跳ねるようになります。で、ちょっとホンダアラがね、水面漂ってるんで、ここのシェードにコメバルおるかなと思ってやってみたいと思います。おお、来た。おるおる。おっしゃ。おおるおる。おーしお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 し。あら、あほほほね、シェードゲーム、おもろい。メバル、金メバルかな。一発やったね、一投目。このマイクロハネエビね、まあ予想以上に激しいアクションできるからね。だからそれを最初だけやって、あとは 2,3 回で反応なかったらやめます。ピックアップ。はい、これが重たい方。よし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 。おお、来た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 。ひー、よっしゃ、きた。 1.8g からはチャート。あ、お手元。よっしゃよし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 。おら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 。お、きた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 。入れ食い。はい、釣れました。ええ感じやね。よし、じゃあここは遠投してなんか引っ張るらしいんで、シルキーシャッドにしましょう。ウエイトは 1.75 黒バリ、だから10番のフックやね。今10番、12番、8番ってありますけど、10番のフック。滑るね。おお、来た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 。マジか。
たよ。来た来た。アジアジアジ。アジ来た来た来た。本当だ。一投目からゲット。です。これ旧羽エビヘッドなんやけど、今まだね 3g とかのジグヘッドがないので、これで代用してみます。まあまあゆくゆくはレベリングヘッドの重たいやつ作ります。21シビキシャット、はい。でじゃあクリアレッドフレーク、ちょっと異物感あるように感じるんだけど、ここの部分はね乱水流を多分作ると思うのね。でテールの動きを複雑にしてくれるはず。入れ食いかなと思ったけどちゃうかったね。どういうことやろ。いやでも1匹ありえる夜やったら釣れるねこれ。うん、夜なら釣れる。ここが本命やね。 1.25 でこれを下に落として、で人間が歩いて巻き始めます。おっしゃ来た一発。これはメバルじゃないの？メバル、あ、ガシラか。え、どっちや。いや、ガシラや。ほら一発でしたわ。はい、両形。これ美味しかったけどな、今日は逃がしてあげよう。はい、シルキーシャット。ややテクトロ。うん、あの。言いにくしてるね、うん、完全回復。さあメバル来い、メバル来い。え、なんやアジかな、もしかしてかからへんもん。ええとこ行った。さあ食え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 。アジ、なに、なになに。よっしゃー。あ、ちゃう、なんか来た、なんか違う。あ、カマスだ。オッケー、カマスでした。イメージは尻尾の後ろに乱水流が発生してる感じ。細かい乱水流。あのテールは動いてんねんけど、そんなに動いてない。早く巻いた時だけブーって揺れ、バイブレーションするけど、そうじゃない時はもう止まってる感じね。よっしゃ、食った。よいしょー、メバル来たー。はい、よっしゃー、シルキーシャット。はい、さあじゃあこれをどのように攻略するか、バックスライドっていうのやってみようか。これね、はい、沈み虫、バスの名前は沈み虫で、海の名前はネウオムシ。逆付けセッティングね、こうつけます。で今ここに飛び出してるんですけど、これ真下に落とすときは飛び出させてストーンと落とすんだけど、これもっともっと中に入れます。それぐらいで、この時点で、こう落ちようとするんで、バックスライドするはず。後ろ側から刺す。でここにネイルシンカーが入ってるんで、まあ、ネイルシンカー手前まで針が行くんで、はい、こんな感じ。
入ってくね。ほら斜めいくでしょ。落ちたところから斜めに入っていきます。ほら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 入っていくでしょ。でこれをこの辺から落とすの。こうやってこれね、まずこうやって落としといて、落としといて、木は落とすでしょ。こうやってね落としといて、こっちこう向ける。そんなら奥に入ってきます。これ今真下落とすでしょ。落として尻尾の向きをこっちに変えます。そしたらね、こっち入ってくる。だから今度こっちに向けたかったら尻尾の向きをこっちにする。すると向こうへ行くね。反対側に行きます。これね、泳いでますよね。完全にだいぶの角度で入っていってるよ。ほらねえねえ、ウオムシは今進行方向の反対側に足が3対向いてるんで、そいつを上にしゃくるとパラパラパラとこう戻ります。虫やね、まさに。これはガメシャットでやりましょうか、メバル狙うのに。カラーはガムシャットグリーンで、ウェイトが 1.2g ね、1.2g なんだけど、ワームの、体積が大きいのでキャストがしやすくなって沈下速度が遅くなる。だからリトリーブすると浅い層を引っ張ってきます。でシャトテールが、まあ、それなりに大きいんで幕釣りには結構向いてます。まあ、シルキーシャッドのようなね、微妙な、テールと違ってバリバリいきます。シルキーシャッドはね、どちらかというと水を受けてパラシュートを広げてるような感じやね。動かすというよりもガーッとこうね、これはもうバリバリいきます。よっしゃー、よっしゃ、ガメシャット来ましたね。かわいいね、でもね、メバルが餌よけ食うてるわ、これ。はい、今日はそんなに喜んでない。ガメシャット好きって言ってない。言い出したらこれも全然こっちの方がアピール力があるというか。あー喜んできた、くえ、よし来た。ちっちゃい、かわいすぎる。あー、ガメシャットできたのはかわいいやつやった。金か、これ金やな。はい、釣るよ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 。あ、水面出た。よっしゃ来た。おおおお、行った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 よ。こっちが魚かもしかして。あかん、引きすぎてる。え、嘘、メバル。あ、シーバスだ。おお、来た。よし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 。カラーはクリアレインボーでした。0.9g 水面直下です。イエイ、楽しい、ちょうどいい。ああ、もうちょっと平成語だらけ。おお、ワボン。ああ、レベリングロット抜けへんで、これ。あ、抜けるか、ギリギリ抜けるかな。行きまーす。あ、外れた、よかった。抜けちゃいました。これでもし当たりが出たら一発で何かの加減でこっちの方が好き動っちゃね。あ、今ちょっと船が来たしな、あかんかも。
ほら全然違うやん。全然違うでしょ。何したか言ったらね、尻尾を反対向けた。多分水面直下やるから、尻尾を下向きにつけた方がね、よく泳いでちょっと立ち泳ぎ気味になるんやと思うんやか。それがええみたい。本当っすか。あかん、面白い、面白すぎる。あかん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 。よっしゃ、うい、釣れました。はい、これね、尻尾をね、逆付けにしてんの。要はシャトテールの先端が針と同じ方向を向く方向にしてんのね。そしたらいきなり当たりが水面直下で、こいつやや尻下がりに泳いでるのがいいのかもしれない、まあ、とにかく全然違う。はい、偶然の割にはオッケー。しゃ、平瀬ゴイレグ。普通はこうね、テールの尖ってる方が下になって針がこう上向くのね。こうやね、こう今やってるのはこの逆、こうだから針の先と尻尾が尖ってる方が一緒の方向で、これどう違うかというと、テールが下向いてる時は下に水が当たるんで、こいつが立とうとします。水平に動こうとするのね。だからこっちの方が良さそうなんだけど、今はこう逆さまな状態になってます。すると若干下向いてるはずなのね。で多分後ろから、まあ、水面近くのものを覆ってる時にこうなった方が、魚から見て水平じゃないですか、まっすぐじゃないですか、これね、斜めに。だからそれがいいのかなと思います。とりあえずハマってる方でやってみます。気になったら両方やって、関係ないわという結論もある時があるからね、うん、はい、いきます。今光の明暗ね。おお、来た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 。おお、おもろいおもろい。はい、釣れました。入りぐいでしょこれ、やばいでしょこれ。付け方で全然違うな、やっぱなんか餌みたいに食う。はい、来ました。 OK。 割としっかりしたロッド、それにネゴ玉、ネゴ玉でやってみたいと思います。はい、ネグダマですけど、今ねちょっと小針を作ってます。これね、これが、4番のフック、2番よりちっちゃいやつね。まあこれ変えたらいいんで、バス用のコーナーにマルチオフセット、これが縦合いやったらつくんで、それの小さいところが売ってると思います。まあそれを変えてもいいです。でこれでガメシャットね、だいたいまあオフセット4番、まあ6番でもいいんやけど、うん、4番でこんな感じになります。ウエイトは5グラム。ロッド、青いライトグレームオフショアスピニング、リールがグジストの2000番台。なかなか果敢に攻めれます。これがテキサスと違う部分があるから根がかりしないんやけどね、これね。テキサスの場合はここを引っ張ると、針にラインがくくられてるんで、このワームがロックします、クッとね。でこいつはここでフリーなので、引っかかるところは常に頭なのね。だから頭の引っかかりを防ぐと後ろがついてくる、こうやってね、はい、でこの割と広く作られたヘッドによってワームのズレを防げるんで根がかりしない。でしかも常にヘッドは横向いてもロッド操作を上からするとこの形状を保ちます、ね、この横のいわゆる滑っていく形状、滑り抜けていく形状が保てるんで、まあ根がかりしにくいと。はい、
あれやね、マハタなんか、マハタちゃん、赤ハタなんか全然赤くないもんね、水の中で見たら。完全保護色やもん。お、当たった。よし、あー、いらんこと喋っとった。あ、あ、よし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 。よし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 。ガッチャン来ました。はいはい、ニューオーダムプラスガメシャット、フックをね6番にした、目がかり防止のためにね。だからもうちょっとね太いラインでやって、しっかりすればもっと安心して攻めれると思います。はい、よかったね。磨かれせへんでしょ、これすごくない？下あ、取れる取れる。これもうちょっと竿が硬くて、ラインが太かったらもっと磨かれせへん。あ、当たってる。よし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 。おー、いいね。おい、さあ、ジーソで軽くメグロ玉フィッシュ。はい、このネグロ玉を使うんですが、根がかり防止のためにめっちゃちっちゃい針付け替えてます。これね、マルチオフセットの一番ちっちゃいやつ6番で、これ 10g に6番なんですごくアンバランスなんですけど、まあ、ほとんど、これで引っかかるとしたらもうヘッドになる、ヘッドに刺さる感じで、ね、このどっかの隙間に、それ以外はかからなくなると思うんで。でこれに、まあ、アピール度の高いこのガメシャットね、アピール度が高いガメシャットをここヘッドカットどうだろう、これぐらい切ります。こうやってね、はい、で切ってこのオフセットフックにつける、こんな感じだね。はい、これでやってみたいと思います。でここ結構深いんですよね。見た目より結構深くて 10g でちょうどええぐらい。使ってるのがライトゲームオフショアのスピニング、刃先がソリッドで、まあ、バットが硬いんで、まあ、そこそこ何でも使える。特にこういう釣りで、食わせの、ね、食い込みがいいんで、やりやすい。あ、当たった。ほら、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 ほら。よっしゃー！よし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 。よし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 。でかい、でかいで、ね、おー、きた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 、やったねー、よいしょー。お、昼の色してる、葉っぱの色になってるわ。って感じで根がかりを防げながら釣れます。さあ、どんどん行ってみよう。